はい、こんばんは、ドンチャンネルです。7月4日の夜、今日は雨が降るのが夕方からっていう予報だったので、まあ午前中いろいろ用を済まして、で2時半からの映画を見たんですよね。でまあ5時前ぐらいに帰ってきとけば OK かなと思って、まあそれはそれで、まあ雨に濡れずに済んだんだけど、今日見た映画のタイトルはカードカウンター。な、現代は The Card Counter。 主演はオスカー・アイザックさん。なんかオスカー・アイザックさんって言われてもピンとこない僕なんだけど、ウィキペディアとか見たらね、スター・ウォーズでポー・ダメロンという軍人さんを演じられている俳優さんだそうです。でこの映画のあらすじなんだけど、ウィリアム・テルは、このウィリアム・テルっていう、まあ、役名から人を食ってるでしょ。ウィリアム・テルは軍人としてイラク戦争に出征したが、アブダ・クレブ刑務所における特殊作戦で罪を犯したため、8年間服役した。まあ、軍事裁判にかけられたっていうことなんでしょうね。出所後、彼は独学で、カードカウンティングと呼ばれるカードゲームの勝率を上げる裏技を学び、ギャンブラーとしてカジノからカジノを渡り歩きながら生計を立てていた。ある日、ウィリアムはギャンブルブローカーのラ・リンダと出会い、大金が稼げるというポーカーの世界大会への参加を持ちかけられる。彼女との出会いがウィリアムを復讐と贖罪をかけた人生の勝負へと駆り立てていくっていう、あらすじだけ読むとさ、なんかこうすごい熱い映画と思うでしょ。ところがさ、なんか物語がね、すごいこう淡々と進んでいくんですよ、何の抑揚もなく。で今スクリーンに映ってるシーンが、あれこれ回想シーンなの、今からの話なのとか、なんかね、なんかこう正直分かりづらかったんですよ。だからなんか物語に入っていけずに、集中力が続かず眠くなると、ああいかんいかん、ちゃんと見なきゃと思ってまぶたをこじ開けて見るんだけど、どうもこう気持ちが乗らない、集中力が続かない、また眠たくなるみたいな。確かにこのあらすじ通り物語は進んでいってるんだけど、なんかね、こうなんかやっぱ主人公にね、こう感情移入できない。まあポーカーフェイスっていう言葉があるけど、結局この人何がしたかったのっていうところとかがね、なんかこう俺はこういうことをやりたいんだ、でもこういう障害があるんだ、でもそれはこういうふうに乗り越えてみたいな感じのドラマ運びじゃないんですよね。それでまあラストシーンもバーンってあって、まあそれでまあ自分で通報して、まあ服役することになったんでしょうね。もう刑務所のシーンに変わって、そこにラリンダがね、面会にやってきて、よくあるじゃない、こうガラス越しにこう手と手をこうね、あれして終わるみたいな。なんかもうちょっとこう、例えばこうこの中にあるさ、まあポーカー、カードゲームの勝率を上げる裏技っていうのは、こういう理屈でこうなってるから、こういうことを、技を習得した人は絶対勝てるんですよとかさ、まあそういうのがこうつまびらかにお知らせしてくれるわけじゃなくて、なんか勝率、確率がどうしたこうしたとかいうのが出てきたのは覚えていて、ひょっとしたらなんか説明あったのかもしれないけど、僕が眠たくてその部分を見過ごしちゃったのかなと思ったり、まあ映画っていうのはもう一発勝負だからですね、そんな2回も3回も見たいという強い気持ちがなければもう一発勝負なんで。で、やっぱね、別れた奥さんとの間に息子がいて、息子にはね、結構
甘いっていうかね、できるだけの支援はするんですよね。で、お前母ちゃんに会いに行けって。で、母ちゃんがどんだけ今借金を抱えている、息子がどんだけ借金抱えているとかいうことは知っていて、金で解決できることだったらこの金持っていけみたいな感じでね。まあ別れた奥さんと息子には最大限のこう支援をするような人なんだなーっていう人柄とかが分かりつつも、なんかこう物語に入っていけなかったんですよね、今日。なんかだから見ていて終わった後もなんかすごいこう悔しいっていう気持ちがあって、この映画どういう風に見たら楽しめたのかなみたいな感じがするんですよね。まあ、自分が悪いのか、それともこう僕に感情移入させてくれる映画の作りになっていったことが不幸だったのか、まあ不幸な出会いだったのかみたいなね。この本作品はね、TBS の歌丸さんの、映画批評の課題映画に なってるんですよ。確かガチャ当たってましたもんね。だからまあ週末ね、歌丸さんの批評も聞けると思うんで、それは絶対聞いてさ、あの映画のどこが面白かったのか面白くなかったのかさ、なんかそこをね、僕は今はっきりさせたいなみたいな感じでいます。うん、まあちょっと僕は今ちょっとこういう状況なんで、人に勧めるとかいうところにはいかないんだけど、サイト、映画サイトの評価を見ると、まあ 3.56 なんで、まあ9大点の映画にはなってるようです。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。